日本ファルコム。50万ユーザーが熱狂した緊迫の脱出アクション RPG、 この春ついに登場。主人公アレスを操作し地上へと目指すアクション RPG、 戦闘、探索、アイテムの使用、休息など、ゲーム内の時間は常にリアルタイムに進行し、緊迫感あふれるプレイが味わえる。舞台は一夜にして沈んだ呪われし王国ビトール。魔の巣窟と化した広大なダンジョンに潜む幾多の困難がプレイヤーに次々と降りかかる。複雑に入り組んだダンジョンはまさに迷宮。謎を解き、アイテムを駆使して道を切り開け。ファルコムゲームおなじみの白熱するボスバトルも健在。前に立ちはだかる強大な敵がプレイヤーを待ち受ける。広大なダンジョンに仕掛けられているさまざまなトラップ、落とし穴、迫り来る凶眼、襲いかかる弓矢など、息もつかせぬ多くの罠をくぐり抜けろ。その他にもイベントやミニゲームも充実。ダンジョンゲームの進化した面白さがここに集まる。自動で地図に書き込まれるオートマッピングシステムを搭載。プレイヤー自身が書き込むことも可能。基本アクションをマスターできるチュートリアルも搭載。アクションが苦手なプレイヤーでもブランディッシュの世界を堪能できる。女魔導士ドーラもプレイヤーキャラとして操作可能。ドーラの視点から描かれるストーリーと剣士アレスとは一味違ったアクションが楽しめる。光なき地下の迷宮で忘れ去られし王国の真実が今よみがえる。生きて光を見るか。闇の中で朽ち果てるのか。命運を分けた究極の脱出劇が幕を開ける。ブランディッシュダークレブナント。PSP 専用ソフト、ブランディッシュダークレブナント、2009年3月19日発売。初回特典、ブランディッシュオリジナルサウンドトラック。